オカルト探偵委員会。よし、シータです。今回も、オカルト探偵委員会やっていきましょう。前回公園の花子さんやったんで、今回、薄月こっくりさんやっていきましょう。まあ、前回はなんか、本当は怪じゃなかったみたいな、そういう感じだったよね。じゃあやっていくか。嘘月こっくりさんね。嘘をつかれるなら別にやる意味本当にないけどな。はいはいはい。さて、花子さんの件も一段落ついたし、そろそろ勉強しようとしよう。確かに。もうなんか、こいつはもう、こんなことやりたくねえんだもんな。本当はな。やっぱり放課後は勉強か読書に限るな。うわぁ、自分の世界に閉じこもるタイプの人間ね。聞いてくれ、サバッチョ。いや、聞かない。ああ。もう全力で拒否ですね。俺はもう勉強したいんだ。そうだな、まあ、学生だから言うて勉強したいよな。そんなことないか。学生のほとんど勉強したくねえわ。でも、こいつはあれだぞ。こいつ無理やりやらせてくるぞ。これは。オカルト探偵委員会で活躍するのは、今回だけだってちゃんと言ったろ。そうだね、言った気がするわ。うん。もう、こんなくだらないことやめて、学業に集中しよう。まあ、でも、こいつ、このゴリマッチョが、勉学に急に集中したところでみたいなとこあるけどな。ただでさえ、カンちゃんは、成績かなり危ないんだから。まあ、見るからにそうだろうな。でも、サバッチョ、また怖い噂が。これが、嘘つきこっくりさん、ライアーゲーム？だから、噂なんて作り話でしかないんだって。確かに、前回はそうだったもんな。裁き。なんか、空気悪い。急に空気悪いな。ねえねえ、お話し中、失礼します。これ前回の最後なんか、へえ、おかけん面白そうじゃん、みたいな言ったやつ？誰や？誰？あ、なんか、白髪の沖縄だ。オカルト探偵委員会、探偵委員会合ってたわ。一個多いとかじゃなかったわ。普通に合ってたわ。っていうのは、君たちのこと？おう、そうだが。どうした？解決してほしい依頼か？おい、もう活動はやめたって。そっか。え、なんか女子、じゃあ、なんだこれ。刹那さんね。なんか一瞬。はじめまして、私、刹那って言います。本当は解決してほしい噂があったんだけど、これ来た、おたさの姫来たな。もう活動してないんだったら諦めるしかないね。あ、残念。おいおい、カンちゃん。おお、ダメだ。目の前で困ってる人がいる。放っておけない。俺の正義は許さない。うん、正義感強いっすね、相変わらず。ああ、もうこうなる。でも無理しなくてもいいよ。もう活動やめちゃったんだよね。あ、なんか諦めいいな。目充血しますけど大丈夫。寝不足じゃない。いや、やめない。求める人がいる限り、オカルト探偵委員会は不滅だ。ああ、勝手にもう作られてるもんな。じゃあ、お言葉に甘えちゃっかな。あ、もう甘えられちゃった。な、いいだろう、サバッチョ。わかったよ。さすがに目の前に困ってる人がいると、当人がいるなら放っておくわけにもいかないからな。確かに。困ってるってことはもう被害に遭ってるってことだもんな。嘘つきこっくりさんの。やった。ありがとう。あ、でもなんだろうね。嘘つきこっくりさんどういう噂なんだろう。ん？どうかしたか。あ、うん。君たちは私のことをいろいろ聞かないんだと思って。あー、まあ、そうね。会の方に集中しすぎて、君自身にあんま興味ないからね。目が充血してて、髪、色素薄いねぐらいしか思わないわ。ほら、その、髪の色とか瞳とか、全く同じとこ突っ込んでくれた。あー、アルビノのことか。あー、アルビノね。はいはいはい。アルビノ？別名、先天性白皮症。生まれつき色素が薄いんだよ。なんか、普通になんか、この世界で一般的なことなのかなと思ったけど、そういうことではなかったみたい。普通にアルビノだったっぽいな。色素。ああ、確かに髪の毛真っ白だな、今。
今だ、この世界で普通じゃないなら今ってなるけど。え、今気づいたのかお前。まあ、確かに気にすることでもないと思ってスルーしていたんだが、気に触ってしまったならすまない。すまん。いや、でも自分から言ってきたからな。うん。あ、なんか急に笑い出したな。怖いぞ、この女。ほとんどの人は私を見たらあれこれ聞いてくるのに。何にも気にしないだなんて気持ち変わってるね。ああ、言われたくないですね、あなたに。今のところあなたも変わってますよ、相当。ごめんなさい。なんだ。うん、違う。嬉しいんだよ。ああ、でもそっか。そういう対応を珍しくて、なんか嬉しいのか。そっか。嬉しいんか。質問攻めにしないし、変な目でも、見ても来ない。なんかこうやって対等に話せるのすごい新鮮でさ。あた確かに。これからもこんな調子で話しかけてほしい。何くんって呼べばいい？何くん。そうだな、サバッチョって呼んでくれればいいかな。俺は片桐サバキ。俺はよりしろ観音。サバキくんと観音くんだね。ね、よろしく。よろしくな、せつな。あ、おい、初対面で呼び捨ては確かに。ハードル高えな。うん、全然いいよ。せつなって名前で呼んで、おぉ。せつなね。そうか。せっちゃんね、せっちゃん。よろしく。せつな。おい。こう言ってんだね。白だけど。で、その噂だが、確かに、その噂、肝心なことまだ全然聞いてなかったな。うん、多分聞いたことあると思うんだけど、こっくりさんって知ってる？こっくりさんね、やったね。やったわ。やった気がする。うん。やったことあります？皆さん。今のことがないんじゃない？もはや。俺もその話をしようと思ってた。ああ、ちょうど、今のが旬な噂なんだ。こっくりさんか。紙にはい、いえ、鳥、0から9の数字とか、50音を書いて、こっくりさん、おいでってやるんだ。そしたら、こっくりさんが来て、どんな質問にも答えてくれるんだって。ずいぶんさっくりと説明だな。でも、ちゃんとまとまってるわ。えへへ。でも、それだけじゃ何も、事件性がないように見えるんだが、確かに。途中で話したらなんかもう、この世のものとは思えないものにされるみたいな、そんな感じだっけ。それが違うんだ。そう。実は最近、こっくりさんを呼んだ人たちに、変なことが立て続けに起きてるの。ほう？電話が鳴り止まなかったり、変なお手紙が来たり。そう。それで俺も話を聞いたやつから、こんなものを預かってきたんだ。なんだ？お前を殺すかー。シンプルな脅迫状。殺害予告されちゃってんじゃん。これ、通報できますよ。うわ、なんだこれ。クラスの女子が持っていたんだ。持っていたんだかな？女子がこんな持ってるか？かまってちゃうんじゃない？そいつ。大丈夫？こっくりを呼んだ1週間後にこれが家に届いてたそうだ。やだね。呪いの手紙とか？まあ、確かになんか明らかあからさまにこっちを呪ってこようとしてる意思は感じるけど。そうなんだよ。このままじゃ大変だと思ってな。ああ、ちょっと間違えた。観音会は。俺が預かったんだ。いや、なんでそれ預かっちゃうんだ。確かに、お前につくぞ、こっくりさん。俺たちが呪われたらどうするんだ。あ、ほんとだな。どうしよう。もうノープランっすね。頭空っぽだ。でも正義のためだ。仕方がない。まあ、正義のためにもう体がつい動いちゃってんだろうな。もう、これだから、カンちゃんは。まあ、サバッチが何とかしてくれろ。しておい、他人に任せんだ、それよ。無責任なやつ。やっぱり俺頼りなのか。コックリさんを呼んだ人たちに次々と変なことが起きる。これは立派な事件だね。まあ確かに、事件が起きているならね。うん。この手紙に書いてある通り、誰かが死んでたら大変だ。早々に事件を解決する。でも死人出たらもうそこそこ事件なんじゃないの、学校。行方不明とか。オカルト探偵会活動開始だ。レッツラゴー。主に事件を解くのは俺なんだが、まあ。あれだから、探偵だから、部門。はい。じゃあ、いつも通り、情報収集で行こう。頑張って噂を集めような。夜が、吹ける前には帰るかな。あ、これ、後ろ映ってたのはもしかして、刹那？楽しみ。あ、
あー、ずっと笑ってるこいつ、すげえ。で、あー、委員長ね。あら、またあったね、片桐くん。またオカルトの噂？あー、コクリさんについて何か知らないか？あー、コクリさんね、知ってるわよ。お、来た。それくらい有名な噂なら多分いろんな人知ってるわ。たくさんの人に話しかけられるといいんじゃ、話しかけるといいんじゃないか。うん、そのつもりではいる。そうだな、ありがとう。今回ザ、12、嘘でしょ。結構嘘がないとじゃん。あやギャルね、ビリギャル。ザラキ君、やっほー。な、コクイさんって知ってるか？え、めっちゃタイムリーなんだけど、超ウケる。何がウケんだよ。全然ウケねえだろ。知ってる知ってる。なんならやり方教えてあげる。マジ？普通のやつじゃないぞ。ああ、頼む。まず紙に、はい、いいえ、取り、男女、1から9までの数字と50音表を記入して、その紙の上に、効果。できれば、銅が使われてる10円がいいんだけど、なんで銅なんだろうな。銅って粘がこもりやすいって言うから、あれそうなんだ。で、効果を紙の上に置いて、みんなの人差し指に添える、を添えるの。そして、コックリさん、コックリさん、おいでくださいって言うと、勝手に効果が動いて、どんな質問にも答えてくれちゃうってわけ。ほう、ずいぶん手間がかかるんだな。確かに結構めんどくさいね。その分動いた時の感動がすごいんじゃ。まあ、誰か絶対動かしてるけど、あんな。噂さんを手に入れた。実は3組の子に、誘われてて、コクリさんやってみようと思ってんだ。あー、じゃあ3組に最後行けばいいのか？そうか。楽しいといいな。まあ、やってみるとなんか地味になんか、なんかよくわからん終わり方するからな、あれ。で、ここは？あ、なんだお前。あ、よりしろ。あ、こいつなんか俺らをさきてるやつか。おー、生徒会じゃないか。どうした？片桐もいる。ちょうどいいや。少し話を聞いてくれよ。もう勉強か？ああ、構わないが。実は最近、怪しい手紙や電話が来るって学校で問題になってるが、あ、これはもうコックリさんか、一応。ああ、実は俺たちもそれについて調べていて。そう。それでその被害を訴えてくるのがさ、2の3のやつばっかなんだ。2の3ってなんかさ、オタク、なんとかうし、なんとかし、みたいなやついたとこだよな。ほう？噂号って言えた。ほら、ゆるしろって確か3組だろ？何か知ってるんじゃないかなと思って。それ2人は何かと有名だし、もしかして関係してるんじゃないかと。あ、俺たち疑われてたのか。俺たちがそんなことするわけないだろ。そうだよな。有名であるけど、2人から悪い話は聞かないもんな。疑ってごめんな。カマーンが、俺たちでそんな有名なのか。まあ確かに。学年1位とな、こんなやばいやつだったら、それ有名だわな。試験連続トップと、怪力バカだぞ。有名にならない方がおかしいだろ、確かにね。カンちゃんだけ、すごい言われようだ。怪力なんて出るな。また褒められたと勘違いしてるよ、こいつ。褒められてないぞ。やべ、夕方になっちゃった。はい。また2の3にはなんもない感じ？で、勉強少年。おや、片桐くん。試験前なのに噂集めとは余裕だね。俺も勉強したいんだがな。お前は勉強しすぎだから、たまには息抜きした方がいいぞ。俺は勉強が好きなんだよ。珍しい。勉強好きとは変なやつだな。ふん。バカには勉強が好きという、崇高な考えは一生わからないだろうね。まあやってみれば楽しいけどな、勉強って。うん。ずっと最下位を独走すればいいさ。独走か。ぶっちぎりだな。ぶっちぎっちゃダメなんだよ。そうね。毎回サバッチョに教えてもらってはいるんだから、まあ、教えてる余裕もあるんだね、サバッチョには。俺の教え方が悪いみたいに言うな。なんだと？片桐くんに教えてもらっているのか。羨ましい。僕も教えてもらいたい。素直だな、お前。じゃあ今度みんなで勉強会でもするか。は？バカと勉強なんかできるもんか。うわ、そういうやつ嫌いだわ。プライドだけ高い。お前久しぶりに喋ったな。勉強会楽しそうだね。俺一人で勉強がしたいんだが。はいはいはい。そしたらここ、違う。お前誰？ちょっと待って、一回こっちね。はい。片桐、なんで俺に話しかけてくんだよ。いや、噂についてよく知ってそうだなと。確かにこいつなんか結構話してくれたやつだっけ。なんだその偏見は。で、前回のやつの結構白紙に迫る答え教えてくれたからな。コックリさんについて何か知らないか。はあ、コックリさんか。それ、最近コックリさんをやった人に災いっつうか不思議なことが起きるらしいな。へえ。悪いが詳しくは知らない。いや、十分だ、ありがとう。
お、ありがとうな。ありがとう。ったく、なんで俺がこんな変な奴に絡まれなきゃいけないんだ。噂に言おうと言えた。あとはこいついいのか？もう暗くなるよ、帰ろう。あ、やばいね。次の日。はいはい。うむ、情報が足りないな。それ、今何個ぐらい集めた？ 5 個ぐらいしかまだ集めてないよね。12個欲しいって言ったよな。大丈夫か、これ。こっくりさん、なかなか難しい噂か、謎かもしれない。早く解決しないと人が死んでしまうかもしれない。ま、なんだ？あ、大丈夫？あ、びっくりした。なんか今一瞬止まったから。でも前回の花子さんはさ、なんか、結構シンプルに変な人がいたから、それ噂になったみたいな感じだけどさ、今回は結構謎多いんだよな。なんか、別に違う人やってもいろんな人に不幸になってるわけでしょ？結構おかしい事件ではあるな、確かに。殺すって手紙が来てたんだもんね。どれの手紙怖いな。犠牲者が出る前に早めに切りをつけよう。確かに。さあ、急ぐぞ。そろそろ試験だ。これ以上放課後の時間を削られるのは辛いな。できれば今日中に事件を解決しようと。はいはい。了解。そしたら屋上に、あ、まずこっちやな。まずこの教室にいるやつから。あれ？お前、屋上にいたやつやね？あ、よりしろくん。どうしたの？おう。実はコックリさんについて調べてるんだ。コックリ？あの、何でも答えてくれる噂の？意外だな、よりしろくん、そういうの興味あったんだ。でも気をつけてね。コックリさん、ちゃんと返さないと乗られちゃうから。そうだよね。なんか、返らせる前に言う、どう、あの、10円玉から手離すとやばいみたいな感じだよね。噂6を手に入れた。心配してくれてありがとうな。うん、よりしろくんの力になれてよかった。こいつ、この字なのか、よりしろに。はい、で、お前誰だ？おっと、こんなところに人が来るなんて。邪魔してすまない。聞きたいことがあって。コクイさんについて知らないか？はいはい、最近見慣れてるね。学校中で流行ってると思うよ。噂4。学校、やっぱ学校中心か？お前やったことあるのか？男はそんなことするなんて、なんかめめしくないか？めめしくてめめしくてゴールデンボーバーね。それにそもそもコクイさんなんているわけないだろ。そんなの信じるなんて男らしくしないね。はいはいはい、出た。男らしい。そういうのをちょっと追求するタイプね。コックリさんが存在しないっていう点には同意だが、男らしくないかどうかはわからん。確かにね。現にカンちゃんは信じてる。いるだろ、コックリさん。かわいいな、お前。はい。あとは外部の人間ちょっと聞きに行くか。学校でしかコックリさんとかって噂になんないような気もするけどな。いんのか？そんな。めっちゃミスった。お前誰？あ、出た！オタク。すまない。少し時間いいか？はい、何でしょうか？コックリさんについて何か知ってるか？あ、はい、知ってますよ。最近流行ってますよね。これも学校のことも言って。確か、教卓でやるのがいいって誰か言ってました。教卓？なんでそこ限定なんだ？教卓か。噂8を手に入れた。他の机と比べて大きいので、紙とかしやすいんでしょうね。そういうこと？ほら、コックリさんに使うあの敷く紙。結構大きいですから。ん？もしかしてやったことあるのか？でも一緒に、やる相手がいないので、一人で静かにやりましたけど、意味ねー。でも一人でやってもあんま意味ないってことでよろしい？お前は？すみません。コックリさんってご存知ですか？あはは、コックリさん、知ってる知ってる。てか、その制服、うちの弟と同じだ。へぇ、今でも流行ってんだね、その噂。ずっと前からあるやつか。今でも？私が在校中の時も流行ってたんだ。へぇ。でもうちの学校のコックリさんってちょい変わってて、始める前に本名、出席番号、住所とか名乗らないといけないんだよ。なんだそれ。なるほど。噂8を手に入れると、そっちの方がコックリさんを呼びやすいっていうか、噂の信憑性増すみたいな感じになるんだね。なるほど。お話ありがとうございました。珍しいタイプだ。あ、いるな。誰だお前。すまない、少し時間いいか。なんすか、なんすか。コックリさんについて何か知ってるか？ああ、さすが。俺そういうの興味ないんで知らねえっす。多分学校の女子の方が何かと詳しいと思いますよ。確かに女子中心から聞き取れるよな。男子の方がなんかあんま知らないっぽいよね。今んとこ聞いた感じ。そうか、ありがとう。噂。これなんだ、Q か？って言えた。あなたは？今少しいいか？何の用だ。今、コックリさんについて聞いて回ってるんだが、何か知らないだろうか。
そんなオカルト的な噂興味ないな。僕は今駄菓子を買うのに忙しいんだ。そんなこと言わずに答えてくれよ。聞いたことくらいあるだろ。本当に知らないんだって。ああ、だからシクイオニについては知ってる。出た、シクイオニ、あの女のやつね。何それ。今この街で一番危ない怪異のことだな。俺たちはそいつを倒すために発足された委員会なんだ。なんか怖そうだね。僕には関係のないことだ。そのシクイオニが4つの魂を食べようとしてるくらいしか知らないね。まだこの町で死人は出てないから大丈夫だろうけど、もしくは、今後人が死んだらシクイオニはその魂を食べるのかもな。ああ、なるほどなるほど。そんなこと俺たちがさせないさ。でもなんか花子さんの時も一人死んだよな、バッドエンドの方で。とにかくシクイオニについて話した。もう解放してくれないか。噂7の手入れた。ああ、話してくれてありがとう。引き続き駄菓子を楽しんでくれ。言わなくてもそうするさ。ってことで今噂は 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 あと2個ないけど、こっち行けないよね。え、 Where? これなんか言う、なんかどっか、あ、いるわ。なんかなんだお前。すいません、少しお話いいですか。ああ、すまぬ拙者、今探し物をしてるでござる。電話番号ここら辺で見かけなかったからね。電話番号なんだ。は、これはコックリさん関係してるのか。はい、個人情報置き場につながる電話番号なんだが。なんだ個人情報置き場って、なんかちょっと不法の、なんか危ない香りがするんだけど。それ個人情報置き場ですか。そこに電話かけて一定のお金を渡すと個人情報がたんまりもらえる。絶対違法やん。名前、住所、電話番号。え、コックリさんと共通してんな。個人情報はいい。なんだ個人情報はいいって。これさえあれば顧客の情報が分かって、どこに何の宣伝用チラシを入れればいいかが分かる。確かに。これも女子高生の個人情報ってだけ。あ、しかもあれだね、女子に人気みたいな、それもあったもんな。価値は上がりまくりですしね。情報は命でござる。だからその個人情報基盤の電話番号を入手したいんでござる。なるほど。その個人情報を入手してどうするつもりなんですか。何って決まってるだろう。警察に届けるんでござる。ああ、まともでした。すいません、疑いました。命である情報がこんな形で、なんて書いてあるの、これ。狼狽じゃなくて、あ、ちょっと待って、漏洩しているんでござるよ。放っておくなんてできないでしょうが。ちゃんと倫理観あるよな、こいつ。そうですか、あなたがいい人でよかったです。こちらでも電話番号を探してみますね。噂11を出れた。12か。あー、見つけるしたい、警察に行くんだよ。はい、もう暗くなるよ、帰ろう。あ、これバッドエンドルートかな。まあまあまあ、バッドエンド見たかったしな。はいはいはい。はい。結局、コックリさんのことはよくわからんなんだな。そうだね。裁きも解けないなんて、よほど難しい謎なんだな。でも今の感じ、あと一個ぐらいだよな。まあ次回それやっていくか。とりあえず、もう少し探索しよう。え、マジ？そうだな。死人が出ないうちに急いで解決しよう。仕方ないな。もう少しだけ、操作しよう。しかしその日の夜、あ、バッドエンドですね、さすがに。この学校の女生徒が死体で発見されたという。やっぱこれ女子なんだ。後日聞いた話だが、その女生徒は、以前コックリさんをやっていたそうだ。なるほどね。あ、小鳥、次は小鳥箱か。前の実況にもねあったんで、ちょっと見てくださいね。はい、ということで、嘘つきコックリさん、なんかさ、これ、女子のいじめ関係してるっぽくて怖くねって思ったの、僕だけ。はい。って思ったのが僕の考察です。まあ、次回もちょっとやってか、次回こう解決編で回答編ということで、日暮らしの中の意味みたいな。はい。じゃあやっていくんで、ぜひ次回も見てくださいということで、この動画面白いと思ったらご視聴ください。そして、どんどん視聴してください。ありがとうございます。それでは、次回は私、シーターでお送りしました。